はい、始まりました。ゆずきよびチャンネルです。ですね、今、やっぱり、お決まりの雨模様ということで、動画スタートしたんですけれども、この雨の日、ついに我々のリアワイパーが死んでしまったということで、なんでリアワイパー死んで、ちょっと、まあ、こんな風に落ち込んでるかというと、見てください。僕らの、この、ミラー型ドライブレコーダーが、雨が降ると、ワイパーがちゃんとしてないと、全く使い物にならないという、最悪な状態なんですよ。これ、ワイパーこれちょっと、全然吐けない。ほら。すごい音するもんな。キューンって。うん。全然吐けない。もう映ってるでしょ、こう。全然吐けないわけですよ。もう音もすごいということで、もうこれ変えないといけないんで、ちょっともう、痛い出費にはなるんですけども。それで。言わんそこで。うん。こんなもんいっぱい買ってんのに、ワイパーで。あ、じゃあワイパーぐらいどっちことないやろ。そのワイパーも1000円実際にするじゃないですか。そんなすぐそんな買えるほど僕も裕福じゃないので、うん、次またこれオーディオのやつとかまだまだ買わないといけないのに、ここでワイパーの出費っていうのはすごく痛いんですけれども、ちょっともう僕としてはきついんで、ちょっと言いっぺんしに今回作業まるで投げしたるかもですね。 UE スポーツに。どういう意味？結構ワイパーって簡単なんで、ちょっと UE スポーツにやってもらって、やってもらうということで、一からできるかどうかっていうのも検証ということを含めてやっていきたいと思って、今スーパーアウトバックスにやってまいりましたということで、行ってみましょうか。ちょっと見てもらいたいんで、そのワイパーの状況を。とりあえずエンジン切ります。はいはい、どうぞ。もう雨の日にだいたい休みだ。雨の日に休みなのか、休みの日に雨なのかっていうところで判断が難しいんですけれども、これですわ。もうこれ、もうこれちぎれちゃった。ちぎっちゃったじゃん。ちぎれちゃったよこれ、っていうことで、これを変えないといけないですよ。だからここ上がもう全く履けない。うん。うん。ここにカメラがあるんですけれども、こんな状況でできるかということで、これなんかネット情報では、これサイズ250ミリなんですけども、275ミリっていうのも付けれるみたいなので、まあそれをちょっと知りたい方は、ネットで、調べていただけようと思います。今回はちゃんと250ミリ買うということで。あ、言うたらあかん。言うたら言うてか、買わなあかんのに。ということで、行ってまいります。なんで私が買わなかったの？で、まあまあ、久しぶりのスーパーアウトバックスですね。じゃ、何？これ売ってる車？うん、中古車やね。あ、5000円じゃなってるわ。すげえ。3人の GTR や。フェアレディ Z34。うん、かっこいい。リップこれ好きそうやな。はい、はい、ありがとう。この替えゴム、あ、ご丁寧にもう開かってんだよこれ。スズキ、あ、ほんまや。スイフトスポーツこれね、ZC33S でリアっていうところを見て、 TN25 ノーマルワイパー用、撥水ワイパーでリア 16D 注意1って書いてある。え、注意1って何やの？適合品なし。リアは適合品なしだから、ワイパーブレードの方はダメ、替えゴムの方じゃないとあかんから、 16D か TN25 ピュアね。これ撥水やから、これ 16D、 これよ、なんか入ってる、入ってるわ。この長さでこの長さで半分無駄な紙慣れる使い方や。これが撥水タイプやね。うん、で、あと撥水タイプ何だっけ、 TN25 がノーマルタイプやな。これやな、リア樹脂ゴム、これが普通のワイパーゴムやね。うん、あ、これじゃあ28って書いてある。こっちかグラファイトワイパーだから、これが880円で、これ高いな。よ、撥水じゃなくていいのよ。何だ撥水って、ゴム自体、ゴムに撥水のあれコーティングがされてるから、うん、ワイパーするごとにガラス面が撥水性が出てくるってやつだね。じゃあそっちの方がいいじゃん。あれ撥水すると、うん、あかんの。やったらもう普通でいいよ。そうです、普通がいいんです、安いですから。なと言いながら撥水したいな。どっち？あかんのやろ？いいんじゃない？まあ、撥水すると点々点って水滴が出ると、うん、これね、250ミリだね。間違いない。これでいけるはず。これでいきましょう。これをゆっくり選んだよな。1個。
エブが自分で調べて選んだよな。ああよし、そう自分エブがちゃんと探して選べたんやから、これはいい。これうん、よし、オッケー、オッケー、よし、これでいきます。これ買います。うん、なんでわざわざ持って。意味がちょっと他なんか面白いグッズ探してみようか。せっかく来たからな。これや。あ、ほんまや。これユウ欲しいんちゃん。ダイソーのメイク用品のとこにもブラシあるけど、そっちの方が柔らかいかもしれない。ダイソー？うん。セットもあるでこれ。うまい。あとあのほらあの中のこう。これちゃうん。だからこれやろ。いやそれじゃ短い。ほらあのすごいこれこれこれ。あーはいはい。これこれ。すごいすごいすごい。すごい水飛んできそう。本格的なもん、うん、みんなちゃんと掃除してるんや。お前らだけやって。そうだよ。ちゃんとやろうよ今度。ホイール買ってこれ。さっきさ、うん、そのワイパーのゴム一つで高いだ踏んだハンダ言ってたのに、こんなんは買いたい。高いな。お、これあれちゃん、いつもそうそうやってる、そうそうそう、バーン飛ばすやつ、うん、飛ばすやつ、飛ばすやつちゃうけど、まあまあ、これこれが今入ってるやつ。こっちかな。こっちや。うん、だからまた買わなあかんかもしれない。あ、そんなに。ほらこの間言うてた青いホースしたろかって言うてるこれ。あ、こういうやつを同じ太さ、うん、ナイキ同じファイの同じファイのシリコンホースを選んでやったろうかな、うん、ということで、買ってまいります。はい、ニケということで、あの僕らのピットに到着しましたんで、作業場に到着しましたんで、これを早速取り付けていきたいと思います。ということで、U スポーツの方にこちらのお願いいたします。どうぞどうぞ。あれどこやってくるんですか。ということで行きましょうか。はいはい、お願いします。はい、U スポーツさん、どうぞやってください。どうぞ。やってくるの。ということで、これをやらんのかい。なんか e スポーツね、客に作業をやらせるのか。ということで、もうこれはうわ、手めっちゃ汚なってる。汚なるね、これは。うわうわ、後ろの方から、うわ、なんか虫おるよ、ほら。うわ、きったな。で、金具を抜いて。やらんでよかった。こんなん絶対無理。うわ、だから U スポーツはこれ客にやらせんのか、この作業。なんや、このさ、この業者。客にやら、行くぞ。こっちは高単価かいな。これで出来上がり。終わりね。もう終わっちゃった。なんたる簡単さか。なあ、これ OK。一回ちょっと動かしてみて。うん。やめた上で動かします。どう？お、完璧？お、すげえ綺麗。綺麗だね。こうやってほら。手の油つけて。お、完璧や。よしよし。変なことして大丈夫か、手の油つけると。オッケーオッケー、綺麗。おお。これ。これも。え？モニターがすごく綺麗わ。ほら。雨だっていうのに。どこへ。な、うん。完璧。よかった。やっぱワイパー変えなあかんよな、うん、ずっと言ってんのにこっから会社にしちゃった。そうなんです。これでようやく雨の日も安全ドライブに勤めれるということでやらせていただきました。よかった、やらんで手真っ黒になって。こんな今これ車こう触れないですよ、これこんな汚れてたらサビ。いや無理。こんな簡単な動画になってしまったこと本当に心より申し上げます。急遽ね、雨降ったんで、まあ、ワイパーやったら全然これ吹き上げないんで、この動画撮らせていただきましたけれども、この汚れた手の代償としてこれだけ綺麗なミラレコの映像が見れるということで、安心してこれからドライブに行けるということになっておりますけれども、もう家帰ります。
ドライブには行きません。ということで、チャンネル登録、グラビー高評価をお願いいたします。以上です。